休館日は週1で作った方がいいですか、それとも飲む量を減らした方がいいですかってことなんですが、僕はあんまり人のこと言えないんですが、休館日週1は少ないかもしれないですね。飲む量を減らすのが本当は一番いいですね。ただね、お酒って飲む量を減らすのすごく難しいです。酔っ払って飲みすぎちゃったりすることもあるので。だから2日に1回ぐらいは飲まない方が本当はいいですね。飲みすぎちゃう人はね。あるいは我慢できる人だったら、まあ1日グラス2杯から3杯ぐらいが一応なんかボーダーラインというふうに言われますね。ワインだったら。